にちは、キツドラです。今回はトイックで時間が足りなくなってしまう原因とその解決方法について説明していきたいと思います。トイックの本番でも模試でもいいんですけど、初めて受けた人はもちろん、結構勉強してきたっていう人でも時間が足りなくなってしまって、最後まで問題を解ききることができないって人、めちゃくちゃ多いと思います。僕も最初は全然時間足りませんでしたし、800点台を取った時でさえ、大問丸々1個分くらい時間が足りなくなってしまって、最後まで解き切ることができませんでした。で、そこから900点台を取れるくらいのレベルになって、やっと時間が余るようになってきて、本番では10分から15分くらい余らせることができたんですけど、それくらいのスコアになってやっと時間に余裕が出てくるっていう、かなり制限時間がシビアな試験がTOEICなので、この時間の問題っていうのを解決しないと、当たり前ですがスコアっていうのはなかなか伸びていきません。なのでパートごとの得意不得意っていうのが、人それぞれバラバラだとしても、スコアをもっと上げたい、高いスコアを取りたいのであれば、全員共通して対策しなければならないのがこの制限時間になります。そこで今回は、そもそもなぜ時間が足りなくなってしまうのか、そしてその解決方法っていうのを3つに分けて紹介していきますので、自分に当てはまりそうだなと思ったものは特に意識して聞いてもらえたらなと思います。これから模試とかを解いてトイックの勉強を頑張っていくって人は、ぜひ今回の内容を1つでもいいので意識しながら対策していってください。それでは見ていきましょう。はい、まずトイックで時間が足りなくなってしまう原因の一つ目なんですけど、問題文を何度も読んでしまう、これになります。これはかなり多くの人がやってしまっている時間が足りなくなる原因第1位だと言ってしまっても、過言ではないかなと思います。トイックで時間に余裕を出すためには、基本的には問題文っていうのは全て一度しか読むことができないと考えてください。もちろん回答の根拠を再確認するために一部分だけをもう一度読むっていうのはしたりするんですけど、最初から最後までもう一度読み直すっていうことをしていると、確実に時間が足りなくなってしまいます。その解決策としましては、TOEIC の問題の解き方を理解して身につけることです。他の動画でも何度か説明しているんですけど、 TOEIC 全体の基本的な解き方は、設問選択肢に目を通してから問題文を読んでいくという流れになります。こういった解き方をすることで、問題文から回答の根拠を見つけた時点でその問題を消化することができるようになるので、再度その範囲の問題文を読む必要っていうのがなくなります。パート7の最後の方にあるダブルパッセージ問題は、ちょっとコツが必要で難しくなってしまうんですけど、 TOEIC のリーディングパートの9割以上の問題がこの設問選択肢を見てから問題文を読むっていう解き方で攻略できるので、自分で模試とか問題解くときには、この設問選択肢に目を通してから問題文を読み始めるという流れを忘れずに徹底して行うようにしてください。そうすることで問題文を何度も無駄に読み直すことが減って、時間を節約できるようになっていきます。続いて時間が足りなくなってしまう原因の2つ目なんですけど、単純に英文を読むのが遅いということです。これは速読とか言われる能力に関連した話になるんですけど、TOEIC は結構問題文自体が長めですし、問題数も75分間で100問と、かなり多いので、それらをゆっくり読んでいると、それだけで時間がなくなってしまいます。なのでテンポよくどんどん読み進めていく必要っていうのがあります。これの解決策としましては、速読をできるようになることなんですけど、この速読に関しては本当にたくさんの意見が世の中にあって、何をするのがベストか結論付けるのが、割と不可能な状態です。なのでここでは僕が実際に体験したことから、速読をできるようになる方法を2つ紹介させていただきます。速読をできるようになる方法の1つ目は、単語力と文法力をしっかり身につけることです。英文を読み進めていく上で、ところどころ止まってしまうのは、この単語どういう意味だっけとか、文法的にどういう意味かよくわからないといった、日本語に訳すのが難しいということがほぼ全ての原因だと言えます。これをなくすためには、やっぱり必要な単語の日本語訳を即答できるレベルまでしっかり覚えて、文法に関してはイング形とかが形容詞として使われているのかどうかなどといった、判断を迷わずできるようになる必要があります。そうすることで、早く読むっていう意味での速読はもちろん、英語を読んだ時に頭の中で日本語訳せずに、そのまま英語を英語として理解するということもできるようになっていきます。続いて速読をできるようになる方法の2つ目は、
英文を読むことに慣れることです。多読なんて言われ方も、まあ、よくされているんですけど、僕個人的にはこれがすごく大事だなと実際に勉強していく中で感じていて、日本語で考えれば分かりやすいかなと思うんですけど、普段から本を読む人って、まあ、小説でも何でもいいんですけど1冊2時間で読み終えるとか、まあ、すごく早いじゃないですか。でもそういった文章をあまり読まない人って、まあ、自分の母国語の日本語だとしても読むのが遅いですよね。英語もそれと同じで、どれだけ単語を知っていて文法の知識があったとしても、やっぱり長文を読むことに慣れていないと、この読むスピードっていうのは、まあ、なかなか上がらないのかなと考えています。まあ、なので台も一つ分でもいいので、なるべく毎日英語の長文を読むようにしてみてください。最後、時間が足りなくなってしまう原因の3つ目なんですが、集中できていない、これになります。英文をピリオドまで一文読んで、まあ、なんとなくぼーっと適当に読んでしまったせいで、まあ、なんて書いてあったのかよく覚えていなくて、もう一度その一文を頭から読み直すっていう経験ある人、まあ、僕含めて結構たくさんいるんじゃないかなと思います。まあ、これは明らかに集中できていない状態で、まあ、結果として何度も問題文を読み直すことになるので、まあ、当然無駄に時間が削られていってしまいます。これの解決策としては反復練習で慣れるしかないです。 TOEIC はリスニング45分、リーディング75分の合計2時間をぶっ通しでやっているので、まあ、後半のリーディングパートは特に疲れて集中力が落ちてきます。まあ、これは人間としてどうしようもないところではあると思うんですけど、模試を本番と同じように2時間通しで解くっていう練習をしていると、まあ、少しずつ体が慣れていって高い集中力を保てるようになっていきます。また各パートごとの時間配分も同時にできるようになるので、まあ、一石二鳥ですよね。大学生は受験が終わって、まあ、まとまった勉強時間を取ることもなくなってくると思うので、まあ、模試に限らずこう2時間通しでただ勉強するっていうのも、まあ、結構しんどいかなと思います。なのでまずは2時間、模試でも一問一答でも本当に何でもいいので、まあ、何か一つの勉強に集中してそれ以外のことをしないっていう時間を作ってみてください。以上、今回は TOEIC で時間が足りなくなってしまう原因とその解決方法について解説しました。まとめとしましては、問題文を何度も読んでしまう人は TOEIC の解き方の流れをマスターする。英文を読むのが遅い人は単語力や文法力をしっかり身につけて長文を読むこと自体に慣れていく。集中力が切れてしまう人は2時間通しで勉強することになれる。この3つになります。僕もそうだったんですけど、最初はよほど英語ができる人でもない限り、まあ、絶対時間が足りなくなってしまうので、そこまで気にする必要はないです。まあ、今回は時間が足りなくなる理由を3つに分けて紹介したんですけど、まあ、要は勉強すればするほどどんどん時間に余裕ができてきますし、まあ、知識がついた分正答率も当然上がってくるので、まあ、今全然時間が足りないとかスコアが低くて困ってるとか、そういった人も焦らずにコツコツ勉強していれば、まあ、必ずスコアは伸びていくので、まあ、ぜひこれからも勉強頑張ってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけね。